雪割草は花の少ないこの時期、他の花に先駆けて赤、白、ピンク、水色、紫など春を彩る色とりどりの花色があり、二段咲きや八重咲きなど花型もバリエーション豊富で多くの人に親しまれています。雪割草は金峰外科ミスミ草食の多年草で、一般にオオミスミ草、ミスミ草、スハマ草、違う品種のケスハマ草があり、それぞれ自生地が異なります。ここでは最もよく親しまれているオオミスミ草を紹介しましょう。北陸地方以北の本州日本海側に分布し、里山の雑木林の斜面や山地の林床の湿った岩場に自生します。生育し、高さは10センチメートルほどになります。葉は楕円形で、根生し、幅1から 1.5 センチメートル、長さ3から10センチメートルで、表面は緑色でシワが多く、縁には葉状の緩い鋸歯があり、やや裏側に曲がります。また葉の裏は炭鉱の粉がついています。花茎は高さ7から15センチメートルになり、その先に3から20個の淡い格子色の花をつけます。花の径は10から14ミリメートル。苞は線形になり、基部は袋状に膨らみません。花期は2から6月です。早春に開いた花びらのように見える部分は萼片で、花びらはありません。雪割草の花びらに見えるのは、実は萼片、萼に見える部分は茎葉になります。雪割草は、おしべもめしべも数が決まっているわけではなく変異しやすいので、多種多様な形が生み出され、その種類の多さが人々を魅了し続けています。花色、花型の種類の多さから交配に熱中する愛好家も年々増えているのも、納得の魅力的な山野草ですね。雪割草を見てまず驚くのは、その変異の豊かさです。白、赤、紫と大別される色の豊かさだけでなく、おしべめしべがすべて花びら化した先住咲き、一部の実が花びら化した二段咲き、それぞれが部分的に花びら化した三段咲き、日輪咲きなど、同じ種類の花とは思えないような変化が見られます。それも、人工的に作られたものではなく、昔から自然界に存在していた変異です。他の植物で、これほどのバリエーションがあるものはなかなかないのではないのでしょうか。雪割草は常緑で、独特の葉模様のある個体が多いのも特徴です。中には、かなり美しい地模様を持つ個体もあります。もちろん斑入り品種もあり、常緑なので、花が終わった後も一年中観賞することができます。雪割草は、同じ金峰外科のクリスマスローズなど大柄な植物に比べると違いがよくわかります。今でこそ5号くらいの大鉢で立派に作ることが盛んに行われていますが、4号鉢くらいの大きさで立派に成長します。それくらいの株で咲かせるのもあまり仰々しくならず風情があっていいものです。種は草、実で金平糖のように固まります。葉は一年中ありますが、春植物に近い性質を持ち、目に見える成長は春で完成して、その後は翌年の開花までじっくりと芽や根を充実させます。多くの先人により、変異の仕組みもある程度解明されています。それにより園芸的育種も盛んで、近年では新しい園芸植物としてマニアの注目を集めています。また、高山植物ではなく平地の山野草ですので、高山植物や軟化の植物に比べると育てやすい植物です。毎年咲かせるだけであればむしろ優しい部類に入ります。元来生命力が強いため、6センチメートルポットのまま4年ほど植え替えしていない苗でも大体生き残っています。雪割草の英名はハート型の葉っぱの形からレバー、リーフ、肝臓の葉と言われています。真冬の雪の下でも常緑でいることから、雪を割って成長する草、雪割草と呼ばれるようになりました。高山で咲く桜草か桜草属の雪割草とは別のもので、区別するために漢字表記されているそうです。
雪割草は新潟県では県の草花に指定されています。日本にも各地で自生しているので、雪割草の群生を探しに行く旅も素敵です。お店でも比較的手に入りやすいので探してみてください。雪割草は庭植え、鉢植えなどで愛好家も多いですが、自生環境と同じような落葉樹の下のような栽培環境づくりをすることが大事で、木漏れ日の下や明るい日陰で風通りの良い場所を好みます。夏場の直射日光は葉を傷めるので注意しましょう。斜面に自生していることが多いので雑質は NG です。水はけの良い土に植えて表土が乾いてきたらたっぷり水を与えます。鉢植えの雪割草は秋頃から開花までの成長期には完全に土の表面が乾いてからあげましょう。ミスミソウの仲間の雪割草は副樹草とともにお正月から早春にかけての鉢花や寄せ植え材料として古くから親しまれています。近年は専門家や趣味家の育種が進み、目を見張る新しい花が次々と誕生して日本だけではなく世界的な人気を集めています。またこの花は普及する山野草の中でも未生からの栽培や装飾が優しく、少し開花まで年月を要しますが、初心者でも容易に種から育て上げて開花を楽しむ醍醐味や、交配作業でオリジナルな自分好みの花作りを楽しむことができます。開花する山野草の少ない季節に咲くため魅力が増しているのだと思います。植物の和名はカタカナで表記するのが決まりですが、雪割草は漢字で表記します。これは本来であればすでに桜草の仲間に雪割草という和名の植物があるためです。このため漢字で表記することで桜草科の雪割草とは違うことを表しています。歴史的に見ると本邦初の記録、佐渡の産物をまとめた佐州図上1730年以前には小氏祭神または雪割として記録されています。1733年に江戸で刊行された地金賞には須浜草、三隅草、1828年の岩崎寛延の著書本草図譜では小氏祭神、三角草、1837年の長楽歌譜には三角草、津浜草、雪割草と記され、江戸時代には様々な名前では呼ばれていたことがわかります。江戸時代前期から中期の園芸の流行は、大名をはじめとする武士階級や裕福な商人などの趣味として、大型の椿やツツジなどの花木類が中心でしたが、江戸時代も後期になると鉢で栽培することのできる朝顔や桜草など小型の草花が主流となり、庶民にも園芸が広まりました。江戸中期から栽培された雪割草も1841年江戸後期に京や江戸で流行を見たことが長良花譜によって知ることができます。品種名の付された68品種の彩色図を見ると、花型は一重または半八重程度と花型の変異は少ないものの、花色は白、桃、紅、紫などと変化に富んでいることがわかります。当時はこうした変わり者が収集され、その珍奇を競ったと考えられます。新潟県では越後名寄せ1756年や佐渡志1804から1818年には取り上げていないことから、自生地はあっても栽培はされていなかったと考えられます。このように古くから親しまれてきた植物ですので、民話で取り上げられることも多い花で、各地に雪割草にまつわるお話が残っています。そんな民話の中の一つに、岐阜県に残っているこのようなお話があります。昔々ある山奥で若者が一人で暮らしていました。ある吹雪の夜、家に帰った若者が濡れた着物をいろりで乾かしていると、こんばんは、こんばんは、とか細い女の人の声がします。若者は、さてこんな雪深い山奥に人が訪ねてくるとは、しかも女の人がといぶかしく思いながらも、
戸を開けました。するとそこにはこの世のものとも思えぬほどの美しい女の人が立っているではありませんか。これはどうしたことだと思っていると、その女の人は、私は里の人間ですが、山に薪拾いをしに来たのですが、吹雪に遭ってしまい、どうやら道に迷ってしまいました。もしもお邪魔でなければ、一晩ここにお泊めいただきたいのですが、と言います。それはお困りでしょう。何もありませんが、遠慮なく泊まっていきなさい。若者は親切に、いろりの火を大きくしてやりましたが、女の人はそれをとても熱がり、いろりには近づこうとしませんでした。さて、翌朝になりましたが、女の人はどこに行くわけでもなく、ご飯の支度をしたり掃除したりと一生懸命に働き、一向に里へ戻ろうという気配がありません。それどころか、夕食の支度までもし、また若者の家に泊まることとなります。そして、明くる日も、そして明くる日も、いつの間にか、その女の人と若者は結ばれ、夫婦になっていました。夫婦になった二人は、すごく仲が良く、とても幸せな毎日を過ごしました。けれど、春が近づき、雪解けが近づくと、嫁さんはだんだん元気がなくなってきます。なあ、春になってもっと暖かくなったら、きっと、お前の病気も良くなるだろう。それまで、頑張れよ。若者は、そう言って、元気のない嫁さんを励ましました。そんなある日、若者が、山の仕事から帰ってくると、家にいるはずの嫁さんが、どこにもいないのです。おい、どこへ行った?若者が家中を探すと、嫁さんが残した置き手紙が見つかりました。そして、その置き手紙には、こう書かれていたのです。今までお世話になりました。私は、この山に住む雪女で、暖かくなり、夏になってしまうと、私は消え去る運命なのです。私は、あなたをいつも見させていただいていました。そして、いつかあなた様と添い遂げ、あなた様の子供を宿したいと、いう思いが募り、あなた様の妻になりました。あなたのおかげで、無事に娘を宿すことができました。娘を産んで、私が消え去る姿を、あなた様に、見られたくはない、そう思い、私は山へ帰ります。さようなら。若者は、驚き、すぐに山へ行き、毎日毎日嫁さんを探しましたが、嫁さんを見つけることはできません。そうこうしているうちに、山の中とはいえど、汗がにじみ出るような暑さの夏が過ぎ、紅葉が山一円と覆う秋が訪れます。若者は、嫁さんと過ごした日々を忘れることができません。山の中を、やはり、未だ探し回る日々を続けていました。そして、雪がちらほらと舞い始める季節になって行きます。雪は、どんどんと山を覆い始めます。男は、そんな中でも、嫁さんを探し、さまよいますが、見つかるはずもありません。虚しく、山の家に戻り、いろりに火をくべ、うとうととしていると、戸を叩く音が、まさか。若者は、喜び、戸を開けます。そこには、白い服を着た雪女が、顔は、真っ白ですが、確かに美しい、まさしく嫁さん、そして、小さな赤ちゃんを抱いて立っていました。男は、喜び、嫁さんを、家の中に招き入れます。雪女は、あなた様との娘です。どうぞ、抱いてあげてください。そう言って、赤ちゃんを若者に預けます。男は、その赤ちゃんの顔をしげしげと見て、おお、かわいい子だ、わしらの子供だ、と、目を細めて、赤ちゃんを、抱っこしながら、何度も、何度も、繰り返し、口にしました。あなた様のおかげで、授かった娘、大事に育て上げます。ありがとうございます。雪女は、深々と、若者にお辞儀をしました。そして、雪女は、明日、目を覚まされましたら、外をご覧くださいと言ったかと思うと、雪女と、娘は、
スーッと雪の中に消えていってしまいました。若者は必死にその後を追うため外に飛び出しましたが、吹雪と雪に足を取られ、なかなか前に進むことができません。雪に足を取られ、必死になってもがいていると、なぜか火の光が、そして見覚えのある部屋にいることが。そうです、若者はいつの間にか眠ってしまっていたのです。ああ、夢だったのか。若者はがっかりしてしまいました。がっかりしながら、若者は仕事をするため外に出てみると、雪の間からかわいい小さな花が辺り一面に咲いているではないですか。若者は昨晩の夢で嫁が言っていた明日目を覚まされましたら外をご覧くださいという言葉を思い出しました。